トランプ大統領の銃撃問題はああなんか来る日が来たなっていうのが正直な感想なんですけどねあのトランプの大統領候補の銃撃に関して という話題かどうか分からないんですけども僕次はイーロン・マスクが狙われるんじゃないかと思ってるんですよねだからイーロン・マスクの関係者の方がこの配信を見てることはまあほぼ本当にありえないと思うんですけども見てる人がいたら次に狙われるのはうちの大将だなというふうに思った方がいいと思うんですけどねっていうのはその別にあの悪人だから狙われるわけでもなければファシストだから狙われるもしくは独裁者だから狙われるというんではないと思う 思うんですよね。世界の育成を一人で変えれる力なり、期待値が誰かに集まるとそいつは襲われやすくなる。テロの標的にされるという風うに思った方がいいということなんですよ。だから、その人がいい人であれ、悪い人であれ関係なくですね。なんかその？ 次は僕はそのイーロン・マスクとかです、ね、あと巨大 IT 企業の社長とか責任者みたいな人が危ないと思ってるんですねだから、まあ、今すぐ SP 増やした方がいいんじゃないかなと思いますそういうふうなことを考えなきゃいけないでその世界の数勢を大枠を1人で変えれるようなキャラクターとかですね権力とかですね期待値期待値 期待値っていうのは簡単にね、うん、ある人の頭の中ではできちゃうわけですね例えばそのこの間の都知事選挙でもなんとかさんが当選しなければあのもう東京はダメだ日本はダメだで逆に言えばなんとかを落とさなければ東京はダメだ日本はダメだっていうふうによく言われるじゃないですかでこういう考え方がいわゆる、えー、一人のです、ね、人物とかです、ね、影響力に全てがかかってる気がするってやつなんですね。でこういう証 工具に頭をですね、えー、なってきたらですねじゃあこいつを何が何でも応援せねばっていう人もいればそれと同じ数だけですねこいつを何が何でも倒さねばと。 でえー、こいつを当選させるには非合法でもいいとかです、ね、こいつを当選させるには手段を選ばないと思う人がいる数だけこいつを倒すためには手段を選ばないと思う人が、まあ、確率的に現れてくるわけです、ね、だから、トランプ大統領候補もです、ね、それだと思うんですよ。だかから、ら、それはもう全米の注目が集まってるからついにその。 だろう銃撃事件という形で凝固してくるわけですけど同じようにです、ね、イーロン・マスクなどの、ね、IT 企業トップですね今だったらチャット g p 開発してる人なりなり、ね、そういう人であっても狙われる時代になってくるんじゃないかなというふうに思いますねプーチンなんかもしょっちゅう狙われてると思いますけどもね。 岡田さんも狙われちゃう,うーんとね何か全てを変えるような期待値が僕に集まってないので、えー、広ろゆも大丈夫だと思うし僕も大丈夫だと思うんですよねこいつさえ消せば世の中良くなるとかこいつさえなんだろう当選させればこの世の中良くなるとかこっちの方の期待値が集まったものということですから、まあ、ただ単に嫌われてるだけだと思いますよ僕の場合は。 愉快犯いるからわかんない宮台真摯的な恨みであそれはあるよねでもそれはもうね時の運としか言いようがないんじゃないのかなたまたまそういうふうなことをやりたいと思った人が。 そういうことをやろうと頭の中の熱量が上がってきた時に僕が都合よくそいつの目につくところにいるみたいなものがないと駄目なんじゃないかと思いますけどただもうあの頭が揺らっちゃった人間っていうのは本当に何をするのか分かんないのでここら辺は確率論とか安全の世界だと思いますだからそれが本当に怖かったら僕はひろゆきみたいにフランスに逃げるべきだと思うんですけどねんうんまだそれは考えてないな。ドナルド・ナルトランプっていう テレビを意識した最後の大統領だったたといいう,うに、僕は思いますあの。テレビを意識した最初の大統領はジョン・ F ・ケネディなんですね。ジョン・フ・ケネディはニクソンとのです、ね、論戦で、大統領選でずっとです、ね、劣勢、いわゆる負けかけてたんですけども、テレビに出ることで大逆転した。テレビをというものを意識してで、それまでの大統領候補というのはテレビを嫌がってたんですね。 そうではなくて、テレビというのに積極的に出て自分の言葉で語って、自分の信念を語っているように見せるのがものすごい上手い人だったんですよ。まあ、でも、大統領の言葉というのは自分の信念じゃないですね。自分の周りのスタッフとか、選挙本員とかのですね、意見を代表して、大体のバランスをとって、それを自分の信念のように見せて話さなければいけない。これが、ジョエフ・ケネディがすごい得意だったんですよ。で、基本的にね、その民主党の大統領 っていうのは、これが得意な人が多いんですよね。で、えー、そういうですね、ジョン・フ・ケネディから始まった何をするかではなく、実は何をしたかではなくてですね、何をどういう見た目で言うのか、それテレビでどういうふうに見えるように振る舞うのかというテレビ型大統領は、ドナルド・トランプで僕は最終形態を迎えたというふうに思っています。しかし、その人気中にですね、テレビの黄金時代はついに終わってしまった。 わけなんですね。ここがトランプの悲劇です。どんどんバラエティ度合いが加速していったからこそ、実は4年前トランプは、そのなんだろう、当選できたわけなんですよ。そのテレビが、ニュース番組がどんどんどんバラエティ的になっていって、で、その中でドナルド・トランプっていうですね、バラエティ的なキャラクターがすごく、なんだろうな、喜ばれたということなんですね。騒ぎを起こした。 これがそのトランプ現象の僕は本質だと思ってるんですね。でしかしそういうアメリカの報道も今回のです、ね、2020年の選挙を見ているとです、ね、ゆっくりとです、ね、保守的な方に変わりつつあるつまり権威ある意見を尊重ししっかりした意見の方を何だろうな中心に据えるというです、ね、いわゆるプロレス的な騒ぎ対立を見せて面白がるというのではなくてです、ね、何が本質なのかというのをです、ね、見せるというです、ね、かつての新聞のような 補修的な報道の方にテレビが揺り戻しが来てるんですね。これ単に揺り戻しですから、またあの、なんだろうな、5年か10年したらバラエティの方に行くに決まってるんですけど、今はとりあえず揺り戻しの時期なんですよね。で、トランプという大統領は、そのバラエティ的な発言をして、バラエティ的なキャラクターを演じるっていうですね、その、まあ、言葉悪く言えば、マツコ・デラックスが好きな、 テレビ的なですね、キャラクターだったんですよ。その表現の革新性っていうんですか、ジョエル・ケネディの頃から徐々に徐々に進化していったんですけど、その究極としてですね、その表現の革新性で2016年は勝利しですね、人々はその報道やメディアに保守を求めていた。現在も人々はですね、あの、報道とかメディアとか、あと大統領にすらですね、保守的な姿勢を求めるようになってしまったと。だから、その、 今年はですね、バイデンが勝つことになったという。これが僕の今回の大統領選に見ている面白みです。これって何でしょうね。多分何年かに一回大きく動く揺り戻し現象なんですけども、あのー、意外なことに僕が見るにはトランプっていうのは、そのテレビ型の大統領、それも JFK をメインとした。で、ニクソンとかですね、あと、あのー、んだろうな。 あのカーターとかですねあとクリントンっていうのはあのテレビ的に見えてあんまりテレビ的ではないんですねだから民主党共和党というよりはその JFK がいてで憎まれ者としてヒールとしてすごいね絶妙なですねニクソンこれもね JFK に負けて次に大統領になってからうまく演じることができましたで、えー、レーガン大統領なんていうのはも元が役者だからですねテレビ的な大統領というのは何かを熟知しているわけですね で、バラック・オバマが大統領になった時に、まあ、最初のスピーチは良かったんですけどもですね、テレビ的な振る舞いというのは全くできなかったんですよね。で、そこにですね、トランプがやってきて、で、ヒラリー・クリントンと戦ったらですね、テレビ的なですね、トランプが勝ってしまった。じゃあ、その天下はいつまでも続くのかというと、別にトランプの政治がいいから悪いからどういうふうになったというのではなくてですね、そういうテレビ的な、バラエティ的な ものを人々はもう政治に求めなくなってしまったというのがですね、現在の面白いところであり恐ろしいところだと思います。えー、すいません、これも本当に素人の家庭の話なんですけど。なので、そのフワちゃんが、そのマツコが、マツコデラックスがテレビのバラエティの場というのはあくまで信じて、 まあ彼女はね、彼女彼氏は、ですかマツコはテレビを愛してますから。えー、その中で、なんとかそのテレビの面白さっていうのをキープして、フワちゃん、あなたもテレビに来てテレビをもう一回面白くしようよって言ってるのに対して、フワちゃんはあくまで私が面白いしか信じないっていう。なんかねこの辺もですね、そのマツコが保守層に見えるのが面白い。で、今になって見てみれば、トランプがやってることもですね、ちょっと古いんですよね。古いからですね、 いわゆるフジテレビが最近外してるっていうのと同じで、エンタの神様。トランプ大統領ってエンタの神様方の大統領だったんだっていうのが、まあ僕の感想です。まあアメリカン大統領っていうのは普通ですね、軍人の経験があって、なおかつ市長とか州知事の まあ、あの、経験積むんですね。で、それで大統領になるんだけども、トランプはですね、まあ、あの、歴代アメリカ大統領でですね、今のところ唯一の軍人になったこともなければ、市長や州知事などの政治家の経験もゼロっていうですね、えー、そういうタイプの大統領です。で、誰もトランプが当選するのを予想し,してなかったですね。日本ではですね、どうやら、えー、木村太郎さんとですね、岡田敏郎だけがですね、予想してたと。で、 ですね。実は今日ですね。まあいろんなところから連絡を受けてるんですけれどもですね。報道関係の方。つまり、なんで、 じゃあ、えっ、ー、と、トランプ当選を予想できたのかということで、ただ単に逆張り。つまりみんなが、あの、ヒラリーって言ってる中、トランプって言ってるだけじゃないのかというふうに言う人もいるんですけどもですね、まあ、とんでもない。僕は去年の11月、まだ放末候補と言われている頃から、あ、これトランプじゃねえのっていうふうにずっと言ったんですけども、まあ今日一応、その理屈っていうのをですね、あの、段階ごとにですね、あの、説明しようと思います。で、えぇ、ー、同時にですね、昨日のあの、その同じ番組でですね、あの、正義の 一でで、ねえー、つ,つ目はですね、暗殺や弾劾裁判がなければトランプはアメリカ国民にとって名大統領となるだろう。二つ目がですね、四年後のですね、大統領選には、多分今から四年後の2020年にはもう一回アメリカの大統領選挙は、 あるんですね。もう一回ていうか、まあ、まあ、4年ごとにあるんですけど、それにはマーク・ザッカーバーグなど IT 系の企業家が出てきて、従来の政治家が、政治が主導のですね、選挙とは全く違う選挙になるっていうふうに予想しました。で、ここのポイントはですね、一つ目、アメリカ国民にとって名大統領というですね、アメリカ国民にとってというエクスキューズをつけた理由とですね、もう一つはですね、従来の政治が主導の選挙とは違うと言ったんですね。政治が、 主導とは違うというのはどういう,うな意味かというのも後で解説しようと思います。まずトランプ大統領誕生についてですね。第第45代大統領になるトランプですけども、まだわかんないんですよね、実は。あの、多分報道されてるでしょうけども、12月29日にですね、選挙人による投票というのがあります。えー、ついですね、この間やったのはですね、あの、選挙人を選ぶ選挙なんですね。で、アメリカにはですね、そのなんだっけ あの、百7 0もう俺、俺も、選挙終わったから人数忘れちゃったんだけど、500人ぐらいのですね、選挙人っていうのがいて、<laughs> 覚えてねえな。で、そいつらの、まあ、があらかじめ、えー、俺、どっちに投票するぞっていうのを言ってるんですね。で、それをですね、各州ごとに、えー、まあ、なんかこう、あの、投票する。別に、選挙人を選ぶんじゃなくて、選挙、 あ投票行く人は、まあまあ、普通にですね、ヒラリーだとかですね、民主党だというふうに投票するんですけれども、それの結果、えー、例えばカリフォルニア州だったら55人とかですね、えー、なんだ、ワイオミング州だったら2人だったかな、ぐらいのですね、選挙、投票人っていう人数が当てがわれて、そいつらが実際に投票するわけです。で、その投票人が12月19日、ギリギリになってですね、あの、気が変わることが、 あるわけなんですね。いや、それがですね、本当に歴史上あったのかどうかというのは、僕も知らないんですけど、可能性としてはあると。 で、えー、マイケル・ムーアがですね、あの、マイケル・ムーアイン・トランプ・ランドという映画を撮ってですね、もう本当にあの、トランプを大統領にしてはいけないという運動をしてたですね、マイケル・ムーアがですね、えー、今アメリカのですね、トランプタワーの目の前で、もう今暴動みたいなデモになってるんですけど、そこでですね、あの、スマホからですね、生中継をしながらですね、俺たちがやってるデモは無駄じゃない俺たちがやってることには意味があるんだどんな意味があるのかと、12月19日に投票人投票があると、その時に一人でも多く、 僕トランプに投票するというやつの気を変えるんだと共和党支持と言っているやつの気を変えさせて気,気持ちを変えさせて民主党に投票するんだっていうふうに一生懸命あじってるわけですね。まあまあ頑張ってるんですね。で。まあ、そういうふうにですね。別にあのニューヨークのトランプタワーの前だけでなくて、アメリカ中ででもデモというよりですね。俺はあの制御された暴動と呼んでるんですけどもですね。まあ、暴動に近いようなものが起きてるとで。 考えてみればですね、おかしな話でですね、自分たちで選んだ大統領なんだわけです、ね、自分たちで民主的に行った選挙、民主的な投票なんですよ。これがね、よく発展途上国であるじゃないですか。あの、選挙の結果、暴動が起こるとかデモが起こる。でも、その暴動とかデモっていうのは、選挙が民主的でなかったとか、選挙妨害があったとかですね、なんか、インチキがあった、まやかしがあった、 からこそ、もしくは、なんだろうな、立候補しようとしても、この人が立候補させてもらえなかったとか、そんな理由で、発展途上国ではデモが起こるんだけれどもですね、えー、ここまで完全な報道とかですね、選挙の体制がありながら、なんでアメリカ国民は納得してないのと、君たちは、なんか、発展途上国以下なの、民主主義三権分立を唯一完全にやってる国じゃないのって疑問があるわけなんですよね。で、 今コメントにも流れた通り、ヒラリーの方が得票数が多いから、でもそんなの初めてでも何でもないんですよ。だ、それは何だろうな。まあ、これまでになんか4回ぐらいあったんですよね。<laughs> あの、それまで初めてではない、ないし、例えばそのブッシュ対ゴアの時なんて、明らかに何か票操作みたいなことがあっておかしかったのに、ブッシュが勝った瞬間に、なんかゴア側のそういうですね、あの、訴えかけは、とりあえずアメリカ人では勝った奴が大好きな国民だから、一瞬で亡くなったはずなのに、歴史上、 なんか、最大の接戦でもなかったわけですね。もっと接戦なんかあったのに、これまではデモなんか起こってなかったんですね。なんで、ここまでですね、なんだろうな、国民として投票で結果出てるのに、今更アメリカ国民は納得してないのかですね。つまり、なんかね、あの、民主国家という概念そのものに NG が出てるんじゃないのかというふうに僕は見てるんですけど、今回のデモとか報道。これはあの、すごく面白い問題だから、ちょっと後で、あの、取り上げますね。で、 またあの日本ではですね、あのずっとトランプを放末広報扱いしてたんですね。あの、もう昨年のですね、あの秋からずっと僕は一貫して、ヒラリー・クリントンが本命だろうというその本命予想には賛成はしながらもトランプが次期大統領になるんじゃないかなっていうようなんですね、まあなんとなく的に言ってたんですけども予想してたんですね。つまりトランプが あの、よくトランプ対ヒラリって言われるんですけども、それ本格的に言われるようになったのは、トランプが共和党の正式候補になってからなんですよ。今年に入ってからなんですけども、それまで本当にずっと放松候補扱いされてたんですけど、なんでその前の段階からですね、まあ、岡田と師は、あの、トランプがなるんじゃないかなというふうに思ってたのかというふうに、まあ、 なんでか話をこれからします。で、しかしですね、日本のマスコミというのはですね、あの、すべてヒラリー圧勝を予想してました。で、ほぼ全員が外したわけですね。で、これを表してですね、ミヤネ屋という番組ではですね、タレントの結城真央美さんがですね、えー、こういうのをですね、予想できなかった専門家に対して、専門家と言われる方も意外とポンコツだった。 結果を読めないでいる人が多いアメリカ、日本もと手びしくコメントというのがですね、ネットニュースで流れてですね、<laughs> な,かな,かなかなか言われるもんだなと思うんですけども、これね、結城真ほさんが言ってることはですね、なんかの、無茶なんですね。あの、機能、性能が違うんですよ。あの、なんで、えっとね、今ですね、例えばそのポンコツさんと呼ばれたです、ね、専門家、政治評論の専門家たちはですね、なぜ自分たちは、 トランプを予想できなかったのかなぜヒラリーが負けたのか で、なぜ今アメリカ国民は怒ってるのかに関して、実に見事な分析してるんですね。本当にね、その分析は見事なんですよ。だから、面白いのは、選挙の当日までは、なぜヒラリーが勝つのかっていうのに関して、すごい見事な分析をしてるんですけども、選挙が終わったらアメリカはトランプショックに覆われてる。世界はこれからどうなってしまうのか。で、えー、なぜトランプは勝ったのか、なぜヒラリーは負けたのかに関して、これまた見事な予想してるんですね。で、本来、 専門家というのはこういうことに使うべきなんですよ。あのね、分析能力がすごい高いわけですね。日本の専門家というのは分析能力と、あとなんだろうな、理由を探す能力がめちゃくちゃ高いんで、それに特化して使うべきなんですね。で、不確定な要素が多い未来予想には本来使ってはいけない。これ僕は、あの、自動車の修理工に自動車を発明させてはいけないっていうふうにあの言ってるんですけども、 彼らはですね、すでにある自動車という仕組みをですね、徹底的に知ってるんですよ。今あの、電波芸者という言い方で言それも正しくないんですよ。彼らは別に受けようと思って話してるわけでない、もし受けようと思ってるんだったら、ヒラリー派と同じようなトランプ派というふうに言いんですね、受けるための、なんだろうな、あの、墨焼があるはずなんですね。でもそうじゃないでしょう。なぜ全員がヒラリーっていうふうに予想してたのかというと、彼らは彼らに、ね、正直に正確に予想してた。でもそれは、なんだろう。 車というものの機能を知り尽くしている人間が車を修理するのと同じように、そのものの仕組みをよく知っていて学習しているからこそ、実は車以上の発想が出てこないんですね。車の専門家に飛行機を作れていってるようなものなんですよ。今回の大統領選挙に関しては。つまり、選挙でですね、ある程度、票読みとかですね、予想ができる範囲。例えば、この夏のですね、あの、都知事選ですね。 あ、小池合子が当選したやつ。あれだったらですね、選挙の専門家に関してはですね、すごく、なんだろうな、予想しやすい問題なんですね。いろんな候補の政策とか、あと人気、地盤ですか。あとはなんだろうな、あの、人脈でどの党の購入を持っているっていう、僕も本当に政治に関しては何か見てるように、全く興味がないですからですね。<laughs> こんなにいい加減な言い方なんですけど、そういうふうなものを知り尽くした人間が表読みをやると、ほぼその通りに推移するんですね。で、多分これから、 数年間の日本の選挙もですね、彼ら、専門家の予想でほぼ当たるでしょう。な、あの、専門家の中で精度が高くですね、例えば、衆議院で参議院でそれぞれの党が何議席取るという予想する方が、まあ、おられますけども、彼らの予想っていうのはかなり精度が高いんですね。なんでそういうふうなことができるかっていうと、自動車修理工が自動車を修理しているのと同じ理屈だからなんですよね。つまり、全く、な、なんかこれまでの仕組みというのを納得してその上の予想だから。でも、 自動操縦。例えば自動車の自動操縦に関しては、トヨタとか日産とかですね、GM などの自動車専門メーカーではなくですね、Google とか Apple などのですね、なぜか IT 企業の方が先を行ってるじゃないですか。それと同じでですね、全く違うものを作るときにはですね、専門家の知識というのはですね、あまり役に立たない場合が、まあ、往々にしてあるんですね。全てそうだというわけではないですけどもですね。なので、 あの、これまでのと違う要素が入ってきたらですね、専門家さんというのはですね、あまり役に立たないんですね。例えば、2008年の橋本徹さんがですね、当選した大阪府,府知事選ですね、大阪府の知事選ではですね、彼の圧勝を予想できた専門家というのは実は,実はかなり少ないんですね。で、なんでかっていうと、うん、まあね、あの、大統領選に話戻しますね、本当に <laughs>。予想の方に話が流れて過ぎていくから、あの、 ゲストにモーリー・ロバートソンさんを呼んで、うん、モーリーさんもダメなんですモーリーさんもあの <laughs> 専門家すぎるというか知性が深すぎるんですね知性が深すぎるって、えー、知ってることと未来予想とは全く話が違うんですねで大統領選だからですねみんな政治だと思っちゃうんですね、えー、多分外した最大理由は。 で、今回の大統領選はですね、政治ではないんですよ。政治はあくまで半分なんですね。で、そうではなくて、キャラクター投票なんです。だから、その意味では、AKB48 のですね、総選挙にも、多分近いと思う。で、ヒラリーは分かりにくい。キャラクターになってなかった。だから、ヒラリーはセンターに立てなかったんですね。で、日本はまだ、小池百合子都知事、つまりヒラリーを選ぶ社会、だから、 政治、選挙っていうのがですね、まだ政治のものなんですね。で、政治は政治家にしかできないと思っている社会なんです。でも、もしですね、この夏の都知事選に、もしですね、えー、ビートたけしが出たらどうなってたのかっていうのを考えてみたらですね、もうわかりますよね。ビートたけし、タケシは明らかにトップ当選するんですよ。でも、ビートたけしは選挙に出ない。都知事選には出ない。なんでかっていうと、政治なんていうのは、二流のタレントがやることだと思ってるから。 俺の弟子のそのまんま東が出てもそこそこ優秀な知事に、県知事にはなれちゃう。でも一流のタレントがやるようなことではない。つまり、タレントっていうのは一流の人材が集まるんだけども、なんだろうな。政治っていうのは二流の人材で回してるものだっていう認識があるからこそ、ビートたけしは別に都知事に出ないわけですよね。で、あの、 政治家よりもタレントの方が影響力があるし評価も高い。まあ、この辺がですね、シュワルツネッカがカリフォルニアの州知事になったりですね、あとは、あの、クリント・イーストウッドがカーメルの市長になったりするアメリカと、まだ土壌がですね、十分じゃないんですね。 で、これがですね、アメリカではもうすでにこうずれつつあるわけですね。えー、僕らもですね、すでに性能が同じなら、もしくは性能の見分けがあまりつかなければ、えー、キャラクターで選ぶじゃないですか。例えば、そのソフトバンクのお父さんシリーズとかですね、au、うん、のサンタロウシリーズでですね、自分の携帯のキャリアを選んじゃう。あれは、 性能によって比べる人もいますよ。例えば、あの LTE が早いとかですね、そういうですね、こっちの方が安いっていうですね、合理的な判断をする人もいるんですけども、その合理的な判断、性能による判断、半分、キャラクターによる印象で選ぶ人、半分っていうのが実際のところだと思うんですよ。現に僕らは選挙みたいな、 ことだったら、真面目に大げさぶって、選挙番組を見て、制作を勉強しっていうですね、真面目ちゃんキャラでですね、僕ら投票するんですけども、普段日常の投票、つまり何を買うか、何を選ぶか、これあの、消費者社会ではですね、投票と、 購買、物を買うというのは全く同じ意味なんですね。僕らが何かを買うということは、その商品がいいと投票してるのと同じだし、僕の番組を見るために、例えば有料放送に入る、または僕の番組を見るために自分の時間を使うという投票をしているわけですね。そういう賛成票によって、僕みたいなですね、評価で生きている人間っていうのは、えー、っと、稼いだり、もしくは生き続けたりするわけですよね。 消費と投票とはほとんどイコールの社会に僕らは生きている。なので、その日常生活で日常的に買うものにこそ実は投票結果というのが現れやすい。政治っていうのはですね、まだまだ僕らは自分の中の、なんだろうな、かすかに残ってる、もしくは、まあ人によってすごく多いとも言うんですけども、真面目キャラっていうのを動員してやるんですけども、それがですね、その、 民主主義が行き着いた国家こそ、行き着いて過ぎていった国家であればあるほど日常のですね、その投票、つまり消費と近くなっていくんですね。 で、えー、キャラ投票っていうふうに言うと、まあ、つまり AKB48 と同じようなキャラクターによる投票だっていうと、ポピュリズムだと馬鹿にする人も、まあ、多いんですよね。反応しちゃう人も多い。ポピュリズムというのは何かっていうと、大衆っていうのは馬鹿だから、人気で判断しちゃう。例えば、今回のアメリカのトランプでも、大衆っていうのは馬鹿だから、ヒラリーが言ってる難しい政策は分からずに、トランプが言ってる、なんか、アメリカグレートアゲインとか、なんか、移民を排除するとか、そういうアジテーションに乗っかっちゃって投票したんだって、そういう ういい浅分析すするる人もも、まあ、かなりいるんででよね。でもまあ、実際は違うトランプの当選っていうのはですね、従来の選挙というか政治のあり方ですね、ワシントン主導のというふうに言い方もできるんですけども、その政治家の政治家による政治家のための選挙というのをシスク組自体に脳、NO、が出たんじゃないかなというふうに僕は思ってます。で、うーん、政治家にね必要なのは、 なんか、これまではまあ政策と人格だったんですよね。で、それはまあ専門バカの視点なんですよ。それにプラスして、例えば派閥とかですね、支持層という考え方とかもありますと、もうそれも同じです。確かにそれも大事かもしれないんですけれども、もう現代の選挙ですね、大統領選で必要なのは政策と人格だけじゃ十分じゃないんです。キャラクター、例えばトランプだったらですね、暴言王というキャラクター、本音を話すというキャラクターなんですね。ヒラリーはですね、おそらく、 キャラクターとしてですね、えー、自分の夫はホワイトハウスで女子大生にフェラチをさせて大統領クビになっちゃった。そんなろくでなし。でも支えるわよっていうキャラクターの方が良かったんですよ。だって悔しいじゃない。畜生絶対にアメリカ大統領になってやるその後であのビル・クリントン野郎と離婚してやるわよっていう方がキャラが立ったんですね。 つまり、それの、いや、僕は別に、それだったら <laughs>、あの、大統領に当選できたって言ってるんではないんです。キャラクターを立てるという意味では、そちらの方が正しいんですよ。で、実は、 そのトランプっていうのはそれをやってるんですね。4回破産して、で、あの、立ち直ったっていうのをです、ね、それはまあ不屈の男みたいなの言ってるんですけど、それは要するに何かっていうと、弱点っていうのをちゃんとキャラとして出してるんですね。で普通なんかそんなにですね、離婚してたりですね、あとなんか、あの、軍隊に行ったこともないっていうのはですね、普通大統領選には不利だと思って隠すんですけども、それはその、ワシントン的な考え方なんですね。で、それよりは、 自分のキャラクターですね。あの変な髪型にしてもですね、暴言にしても守るんです。だから、トランプのですね、大統領になるまでの演説も2点3点してます。ある時はですね、もう本当にスピーチライターが書いたまともな共和党候補としてふさわしいような普通の演説をする時もあれば、もうやっぱりあのメキシコ人が全部あの追い出すとかですね、<laughs> あの、なんかイスラム教野郎はアメリカに入れないという暴言を吐くと。 これをですね、表して、例えば政治評論家の人は、時々本音が出てしまう、スピーチライターの言ってる通りに言えばいいのにって言ってるんですけど、そうじゃないんですね。キャラクター付けとしてちゃんと本人は考えてやってるんですね。そういうキャラクター付けをやった方が、結局後で調査で分かったように、ツイッターとかでのですね、発言数の引用とかを見たらですね、ヒラリーよりもトランプの方が圧倒的に多い。で、その分みんなの印象に残った、イコール、キャラクターが付いたんですね。そういうキャラクター選挙、 だったというふうなことを読み違えたのが僕はヒラリーの敗因ではないかというふうに考えています。 もう本当にね、ヒラリがね、あのビル・クリントンのことをですね、ボロクソに言いながら、とにかく支えるわよ、意地でもって言ってですね、大統領になったと覚えてろって言ってたらですね、なんかね、色が変わってきた。つまり、嫌な女ヒラリっていうのがですね、嫌で歯を食いしばってる女ヒラリになった方が、多分ね、良かったと思ってるんですけども。で、まあ、日本のと言いますか、世界中のですね、政治の専門家は今回の大統領選挙がキャラ投票であるとして、 だから、ロシアのプーチンの支持率がよくわからないですね。フィリピンのドテルテ大統領のですね、暴言と人気を読み切れないんですよね。ドテルテ大統領もですね、大統領になると思った人がすごく少なかったんですけども、あれを世界の民主主義国家の大半ではというか、先進国であればあるほど、つまり経済的にですね、 なんだろうな。全員が豊かになった後、そろそろ経済の格差が起こり始めてる。つまり、グローバリゼーションによってですね、国民全体が豊かになると同時に国民の中に経済の格差が出てきてるっていうのが、その発展国家、経済発展国家の特徴ですから、そういうふうな国であればあるほどキャラ投票に近づくっていうですね、法則がなんかよくわかってないんですね。で、さてさて、このあたりの仕組みはですね、じゃあ、じゃあなんで、<coughs> あの、岡田と一緒は分かったんだっていうですね、まあ、ドヤ顔で話してるんですけどもですね。いや、そんなことを今更聞かれてもですね、<laughs> よいしょ。そんなのは、最初の著作で書いてますよ、ということですね。別にあの、これあの、 えー、宣伝でも何でもないですよ。なんでかというとですね、これあの僕たちの洗脳社会というですね、あの1985年、もう31年前ですよ。<laughs> 31年前に書いた本でですね、これあのなんで宣伝じゃないのかというとですね、この内容はですね、ネットで全文公開してるんですよ。 で、ネットで全文公開というのをですね、31年前からやってるんですね。31年前からですね、本を出版すると同時にネットでその内容を全文公開やってるんでですね、まあネットでは全てが無料で無制限で公言すべきだというです、公開すべきだって、なんてことを言って、自分が気の利いたことを言ってるようなつもりになってる人もいるんですけども、お前らが生まれる前から俺はその実験やってるわと、そういう実験を一通りやった上で今ここに座ってるわけですよね。今そこに、ここに座って、 で、無料放送と、チャンネル会員向けの,あの,限,あの限定有料放送というのをやっているわけで,です、ね。もう、そんなことは、三十一年前に思いついて、通り過ぎているわけ。今、今これぐらいはドヤ顔で言ってもいいだろう。<laughs> 一貫性があるんですよ。だから、なんでトランプ、当然、予想できたのかって言ったら、三十一年前に書いた。 著作でこういう社会になるっていうのはもう予想してるし、おまけになんかそれは全部無料で公開してるなので、なんで今さらと、イギリスの EU 離脱もみんなしないしないとか正義の味方でも、俺以外全員イギリスは EU 離脱しないって言ったんですけど、僕は、ああ、多分するんじゃないですかって、それはここに書いている原理の通りです。で、あのね、 13年後にですね、1988年、1998年だ。この本出した13年後には、これね、文庫本になったんですよ。で、文庫版ではですね、まあ、こいつらだったらわかるかな、分かってくれるかなと思って、小林よしりさんと、あと爆笑問題の太田さんに、あの、解説頼んだんですね。二人とも解説書いてくれたんですよ。もうすごくありがたい、もう、オンに来てるんですけど、オンに来てるんですけどもですね、二人ともですよ、ね、その解説を読むとわかるんですけども、内容が理解できてないんですね。<laughs> 1985年、 に書いた本が13年後の98年に文庫本になったからこの2人だったら理解できるかなと思ったけどやっぱり理解してもらえないとであの26年後のですね <laughs> もうしょうがないからですね最初の本が出てからですね26年後にタイトルだけ書いてもう一回売ったんですよ <laughs> タイトルだけ書いてもう一回売ったんですけどもこれもですねなかなかこう理解してもらえないとで。 ま、あ十三年周期ですから、この調子でいくとですね、次にこの本をアップデートするのは、この最初の本をですね、アップデートするのはですね、二千二十四年になりますけれどもですね、ま、あ二千二十四年にアップデートする前ですね、二千十六年版のアップデートとして今夜はですね、この本の内容を、ま、あ内容はですね、みんな、あの、ネットで全部公開してるから、もうグーグルで検索したらすぐ出てくるからですね、語り直してみると思います。で、 結論から言うとですね、僕は、あの、ドナルド・トランプのことをですね、かなり評価してるんですね。多分、去年の秋ぐらいからですね、評価してたんですけども、それはなんでかっていうとですね、えー、政治を民営化しようとしてるからですね、えー。つまり、第45代アメリカ合衆国大統領としてではですね、して、評価してるんではなくてですね、株式会社アメリカ合衆国の初代社長としてですね、 評価してるんですね。で、政治の民営化、トランプがやろうとしてるのは僕はあの、政治の民営化だと思うんですけども、あの、例えばですね、刑務所、アメリカでは刑務所が民営化されてます。これは、えー、私いろんな本で紹介されてる、し、ニコ生で言ったこともあるんですけども、例えば、ん、アメリカでですね、あの、刑務所が民営化されていて、 というのは、なんでかというと、どん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 刑務所に収監される人が多くなっているからですね。掘り込まれる人が多くなってきて、例えば州によっては3アウト法という法律があると。これは何かっていうと、3回逮捕されて、まあ有罪になったら、一生刑務所に掘り込まれるという法律ができちゃった。で、州によっては、ホームレスが犯罪であるという州もある。ということはどういうことかというと、1回仕事をクビになってホームレスになったら、ホームレスは犯罪だから逮捕されちゃうわけですね。そうするとこれでワンアウトで、 ホームレスになって逮捕された人が刑務所から出てきた時に雇う人いるのかっていうと、そのままいないですね。なので、またホームレスになるしかない。そうするとまた逮捕される。これで2アウト。で、それで出所して一生懸命就職活動する。でもこの人には2回逮捕歴があるんですよ。そうすると、今のアメリカで2回逮捕歴がある人間を雇う人間がいるのか。ほぼいないんですね。なので、隠れながらもホームレスをすることになると。あのー、 2ヶ月ぐらい前にですね、クレイジージャーニーで,ですね、ラスベガスの地下に住む人たちっていうのがオンエアされたんですね。で、なんでラスベガスの地下に住むのか、ラスベガスの地下道に住むんですかそれは何かっていうと、逮捕されないためなんですよ。ホームレスの生活なんだけど、実際は、あの、ホームレスと言いながら、その人たちはラスベガスの地下道に住みながら、排水口に住みながら、コンビニに行って働いたりしてるんですね。でも住むところがない。で、今のまま警察に捕まっちゃったら、 なんだろ、コンビニで働いていながら、ちゃんと収入を得てながら、住む家がないというだけの理由で逮捕されてしまう。そうすると、スリーアウトになっちゃうんですね。となると、無期懲役で一生刑務所生活になってしまう。で、 アメリカではですね、今、お金持ちの間でですね、刑務所経営が大ブームなんですよね。刑務所経営をしませんかっていうですね、そういうコンベンションが、しょっちゅうアメリカで開かれてて、そこにはプライベートジェットやアメリカ中の金持ちが集まってきて、刑務所をですね、私有する、民営化された、使用するっていうのは。なんでそんなことするのかと。まず、補助金がすごい。で、中に受刑者たちに労働させる。実は受刑者たちには権利でですね、例えば石鹸は支給されるんです。シャワーを浴びる権利は、石鹸は支給される。でもその石鹸というのは、極端に、 ですね。性能が悪いというかですね。なんかこう、粗悪な石鹸なんですよで。そこでシャンプー使いたい、いい石鹸を使いたいとなると、全部刑務所への売店で買わなければいけない。じゃあどうやって稼ぐのかというと、刑務所ではすごい格安のですね、労働力というのを提供させるわけですね。受刑者たちに。まあ、リアル開示だというのと、もう本当にその通りです。で、 今ですね、あの、十何年ぐらい前までですね、アメリカで,ですね、例えばテレフォンセンターにあの電話するとですね、中国人が出てきて、怪しげな中国語で対応、あの中国名前の英語で対応したいわけですね。あ、はいはい、なんか電話あるか、では、なんかダイヤル3を押すよ、みたいな感じで,で、ね、英語で対応してたのが、今、めちゃくちゃ綺麗な英語で対応する。それはなんでかっていうと、もう、 テレ、テレホンセンターみたいなものは中国に出すんではなくて、アメリカの受刑者の方が、刑務所に彫り込まれているですね、犯罪者の方が安いからなんですね。そうやって安い労働力として、そして一生刑務所から出れない、えー、なんだろう、終身受刑者たちを奴隷のように使いながらっていう制度がアメリカでは回り始めていっている。で、こういうふうにですね、刑務所、経営が儲かると分かっているのでですね、アメリカでですね、刑務所が民営化始めたんですね。 僕はあの、この例で説明していることでわかるように、僕はトランプがですね、大統領になるっていうふうなことは、あ、そうだろうなと思うし、トランプはそこそこいい大統領になると思うんですけども、同時にこういうふうにアメリカはなっていくだろうっていうですね、絶望感も自分の中にあるっていうことをちょっと理解してほしいんですね。あの、トランプはアメリカ人にとって名大統領になるっていう僕の予想は、アメリカ人にとって名大統領であってですね、それはプーチンが ロシア人にとって名大統領であって、ドゥテルテがフィリピン人にとって名大統領であるのと全く同じ文脈なんですね。アメリカ人にとっては名大統領だろうけれども、僕らにとっては名大統領とは限らない。というか、どちらかっていうと違うかもしれないっていうのが僕の、まあまあ、真面目な人です。でも、レーガンや少なくともブッシュよりはマシな大統領じゃないかなっていうふうに思ってるんですけども、 で、戦争も民営化しつつあります。トランプがやろうとしている国家の民営化ですね。戦争も民営化しつつありますよね。あの、皆さんも、もうご存知の通りですね。今、あの、アメリカではですね、戦争をやるときにですね、民間の戦争企業っていうんですかつまり、えー、兵隊のですね、派遣業っていうのを連れていかないとですね、戦争が維持できないんですね。で、なんでかっていうとですね、アメリカという国はですね、人命があまりに 高すぎる。コストが高すぎる。例えばアメリカでのがですね、どっかの国に武力介入するときに、そこでアメリカの若者が何人死んだかっていうことがですね、すごく報道されてしまう。で、人が死んだらそれによる責任問題が発生する。なので、民間企業を雇って危険地帯の偵察とかすべて民間企業に行かせるんですね。で、その中で人が死んでも、それは民間企業の中の人の損失だから構わないという考え方。これは、なんだろうな。あの、おそらく、 ここから先です。平和維持活動とかですね、もしくは、あのー、安保条約などでですね、海外に行く自衛隊でも同じような流れになってしまうんじゃないかなというふうに僕は思います。戦争も民営化しつつあります。ロボコップがですね、映画でですね、登場した頃は、絵空ごと未来の話だと思われてたですね、警察の民営化というのもどんどん進んでいると。しかし、 肝心のですね、中心になってるですね、政治ですね。政治自体は民営化されていない。まあ、シンクタンクなので外部のですね、あの、ブレーンを使うのは民営化されてないけど、まあ、それはもう昔からやってること。中心の政治家自体が民営化されてないし、あと行政、政府の機能自体があまり民営化されてない。で、そんなことが、それをですね、僕はトランプは狙ってると思っています。だからこそアメリカ、 をもう一回グレートにすると。アメリカをもう一回グレートにすると。アメリカをナンバーワンにするというふうに言えるわけですね。彼は商売人ですので、これがね、政治家と違うところ。トランプがね、アメリカの初代社長、あの、アメリカの大統領、政治家というの大統領とアメリカの、株式会社アメリカのね、社長はね、やること、機能が違うんですよ。例えば政治家は、やらなければいけないことをやるんですね。でも、ビジネスマンっていうのは、勝てる戦いしかしないんですよ。 よくあの、勝馬和代さんなんかもですね、選択と集中と言ってます。つまり、やれる、勝てることをやって、負けることはやらないっていうのがビジネスマンの考え方なんですね。だから、不採算部門の切り捨てっていうことをやるんですよ。で、トランプがやろうとしてるアメリカの運営ではなくて、経営は何かっていうと、不採算部門っていうのをいかに切り捨てて、勝てる部門だけをやると。 そうすると4年間の自分の任期、もしくは、ひょっとしたらもう一回再選して8年間になるかもしれない。その間にですね、アメリカをですね、一時的に株価を上げるようなことはできる。つまり、一流の経営者がどっかの企業に入って、4年間とか8年間の自分の任期の間だけ、ものすごい株価を上げるっていうのは、これよくアメリカのビジネスマンでやることですね。その発想なんですよ。自分の任期の間にアメリカっていうのをですね、どれぐらい景気良くして、そして、 レーガンが名大統領。僕これね、最初に始めたのがレーガンだと思ってるんですけど、レーガンは自分がの人気の間だけアメリカを強く見せることをで。 したんですね。そのおかげで、その後でですね、クリントンがですね、大統領になった後、散々苦労して、ボロボロになったアメリカをなんとかまともにしたと思ったら、次はまたブッシュがやってきてですね、<laughs> アメリカをボロボロの貧乏国にしたっていうですね、なんか僕から見てですよ、あの、本当に <laughs> 素人でしかない僕から見たらです、ね、あの、共和党と民主党というのはですね、なんかそういうデコボココンビ、ボケとツッコイみたいにしてですね、アメリカというのをやってるんですけども、まあ、 あのー、オバマでですね、民主党がですね、4あの8年間やってきて、アメリカをですね、多分、ある程度立て直したと思うんですよ。もちろん、その議会が言うことを聞いてくれないとか、いろんなことあったんですけど。<laughs> まあ、それでですね、ただでさえ、 本来、もうすでにですね、えー、経済的に上向き始めてるアメリカを見てですね、こっから先ですね、トランプがやることは、ああ、じゃあ、この中で不採算部分は切り捨てて、で、えー、うまく回りそうな部分をやろうと。で、その中で考えてるのが、僕はあの、面白いなと思ってるのがですね、まだ、あの、えー、っとですね、なんだっけな。 アップルでスティーブ・ジョブズが生きてた頃にですね、オバマがですね、その頃から、オバマじゃその頃からトランプは言ってたんですね。あの、製造業でアメリカ復活すべきだ。で、えー、っとですね、あの、スティーブ・ジョブズにですね、行ったそうです。なんで、 iPhone はアメリカで作らないんだと。お前は愛国者じゃないのかと。iPhone はアメリカで全部作れよ部品から全部作れ中国で組み立てなんかさせるなっていうふうに言ったんですね。そしたらですね、あの、スティーブ・ジョブズ真面目に返事したそうです。真面目に返事したのはなんでかっていうと、普通考えたら、今の iPhone のコストっていうのは、例えば中国とかで安く作ってるからできるんであって、みたいなことを言うんですけども、スティーブ・ジョブズはある程度真面目に考えて、できないことはないけどっていうふうに返事したんですね。 で、それを追跡調査した人がちゃんと日本にもいてですね。まあ、アメリカにもいてですね。それの調査この間ネットで読んだんですけども、iPhone を全部アメリカで作ったらどうなるのか。もちろん、原材料を全部アメリカで採掘するのは無理なんですよ。でも、部品とかはアメリカで全部作ることはできるのか。素人考えではそんなことできないと思いますよね。中国の競争力に勝てないというふうに思いますよね。すでに生産拠点というか、部品生産拠点が台湾とか中国にあるから、あれ使わないとダメな。 というふうに思っちゃうんですけども、実はですね、最新の半導体とかですね、なんだろうな、あの、電子部品の工場っていうのはですね、3年で古くなっちゃうそうなんですね。3年ごとに全部建て直しなんですって。だから、今からアメリカで部品を全部作っても、コストにそんなに響かない。 えおそらく iPhone の価格が100ドル高くなる程度だそうです。アメリカで全て部品を作って、アメリカで全て組み立ててもですね、おそらく iPhone の値段上昇というのは100ドルの範囲内で収まるから不可能じゃないんですね。つまり、アメリカの製造業をですね、えー、生まれ変わらせるというのはですね、決して不可能な話ではない。なので、そのトランプは、 アメリカをもう一回グレートにすると言ってるんですね。で、移民政策にしてもですね、メキシコの間にですね、壁を作ると言ってるのも、もうこれもあの、皆さんも知ってる通りですね、あの、トランプは8月にブラジルに行ったらですね、そんなこと全然言わないわけですね。もう、ドゥテルテ大統領と本当に同じなんですよ。選挙に通るためには面白いことを俺は言うぜ、と。で、大統領になったら、うん、メキシコからの不法移民はなくしたい。 なんでかというと、メキシコからの合法移民を大事にしたいからだって言って、もうなんか国民の心をガッチリ掴むチャンスっいうのを今やってるわけですよね。で、不法移民を追い返したいというよりは、あれ壁を作るっていうのは、なんだろうな、あの、これまで来たやつを追い出すではなくてですね、これから来るやつを防ぐと言ってるっていうふうにですね、捉えるとですね、別に変なことは何も言ってないんですよ。あの、ヒラリー陣営がですね、トランプの発言でですね、 えっと、物騒なものはいっぱい取り上げてるんですけどですね、その中で非合法なものは一つもないっていうのを、やっぱ発見してるんですね。暴言王と言いながらですね、なんかこうギリギリを走ってるんですよね。<laughs> で、アメリカとですね、その、メキシコの間に壁を作ると言ってもですね、すでに国境だから実は壁はあるんですよ。鉄条網の壁はあるからですね、<laughs> 別にすごいことを言ってるわけでも何でもないんですよね。で、 あの、まあ、ま、話戻しましてですね、国家の民営化、さっきも言った通りですね、えー、民営化できる部分は切り離してですね、で、政府そのものをですね、アメリカの、なんだろ、株式、株式会社と考えると。つまり、アメリカ人を国民として考えるのではなくてですね、一人全員一票を持っている有権者として考えるのではなくて、一人全員一株を持っている、 なんだろう、株主として考える。ですね。つまり、アメリカでこれから行われるですね、合理化というのは何かというと、世界に対しての合理化なんですよ。だからこそ、そのトランプは、えー、無茶な、世界の平和を守るみたいなことはやらない。なんでかっていうと、株主たちに不利益だからだ。あの、アメリカ国内で、うんと、なんだろうな、利益がないものを切り捨てるっていうのが、 合理化ではないんですね。そうではなくて、アメリカ国民を株主として考えたら、彼らにとって利益が出ることをやって、市販機ごとにリターンが必ず生まれて、そして自分は名経営者として、みんなに褒めたたえられるという道を選ぼうとしているのが、そのトランプの考え方なんですね。なので、 株主の利益以外のことは考えず、その他アメリカの消費者である世界中の顧客に対して株主優先で考える。これがアメリカファーストなんですね。アメリカファーストっていうのを政治的に考えると、アメリカ一国だけが平和であればいい、繁栄してればいいっていうふうに考えるんですけど、そうではなくてアメリカの国民全員を株主として考えた上で、株主に対して利益を出すというのはどういうことかと、発想を変えてみると、 政治家としてではなくビジネスマンとしてアメリカをどのように運営するのかのビジョンが見えてくるんですね。で、4年後のですね、アメリカの大統領選挙がどういうふうになるのかっていうと、このトランプの考え方が分かりさえすればですね、分かりさえすれば同様にですね、これまで IT 企業の社長たちっていうのはいかにして国家を無力化するか、つまりその Google にしても Apple にしてもですね、国家という壁を越えて 超国家企業としてやって、例えば、ケイマン諸島なり何な,なり、そういうふうなところにですね、有利な税制を敷けるところに本社を置いてみたことをずっと考えてたんですけども、それがですね、もうそろそろ限界だっていうのが分かってきた。では、どうするのかっていうと、じゃあ、宇宙開発を国家に任せていくよりは、民間が宇宙ベンチャーに出資して、で、自分たちでやった方が安く宇宙に行けるのと同じように、 国家を政治家に任せておくよりは、ワシントンにいる民族に任せていくよりは、我々がやった方が合理的に安く、おまけに全ての人に対して、なんだろうな、あの、平和に幸せを分配できると考えればですね、アメリカの中心であるハッカー文化ですね、IT 企業の中心であるハッカー文化、これに目をつけないはずはないんですね。 これまではですね、その、莫大に得た資産なり、資金なりをですね、政治家にですね、例えば投資するっていうのかな、寄付するとかそういうふうなことしか思いつかなかった彼らが、ああ、じゃあ、直に政治を運営すれば、例えば自動車を開発する、いわゆる、なんだろう、全自動自動車を開発する、で、人工知能を開発する、 同じように、宇宙開発を開発するのと同じように、じゃあ IT 企業のトップたちがハッカーの精神を持ってですね、あ、じゃあ政治っていうのを合理化して民営化すればいいんだというふうに気がついちゃうわけですね。で、そのための条件が、この1年間です。この1年間で、実はね、僕はあのトランプを評価すると言いながら、 うん、暗殺とですね、弾劾裁判の確率を5割って考えてるんですね。5割の確率で彼は1年以内に暗殺されるかですね、弾劾裁判にかけられると思ってます。大弾,弾劾裁判の罪状は何でも構いません。なんでかっていうと、アメリカに今起きてることはシビルウォー、市民戦争だからですね。本来アメリカはですね、うん民主国家として、 200、100年前か、百何十年前にですね、えー、南部国家と北部国家に分かれるべきだったんですよね。それをですね、一つの国家にしたというのがシビルウォー南北戦争です。で、アメリカというのはですね、史上、歴史上初の、で、唯一かもしれない人口国家、人間が作った人口国家なんですね。いや、どの国家もですね、人口国家じゃないかと思うかもわかんないけど、違うんですよ。 普通の国はですね、あの、国民国家、いわゆるその国に生まれた人たちが国民になって、えー、国っていうのを作るんですけども、例えばあの、スーパーマンっていうですね、あの、アメコミヒーローがいますよねあ。まあ、あの、世界初のですね、アメコミヒーロー、アメコミヒーローなんですけどそれのですね、あの、冒頭に書いてあって、テレビではですね、何回もリフレインされてるのがですね、えー、 スーパーマンは何のために戦うのかっていうと、真実と正義とアメリカンウェイのために戦うんですね。正しくは、えっとザネバーエンディングバトルフォルトゥルースジャスティスアンドアメリカンウェイっていうんですけども、ネバーエンディングバトルトゥルースジャスティスアンド。 The American way なんですよ。で、実はスーパーマンっていうのはアメリカ人じゃないんですね。あの、惑星クリプトンで生まれてですね、その惑星破壊から生まれあの出てきた難民であって、アメリカの移民なんですよ。まあ、はっきり言っちゃえばですね、えー、非合法あの難民の移民なんですけど、スーパーマンっていうのは。でも彼はですね、アメリカで育ち、スモールビルっていうですね、アメリカの田舎町で生まれ育ってですね、で、アメリカ人になることを決意する。つまり、これ、キリスト教徒がですね、子供の頃、 キリスト教徒の家に生まれたんだけども、大人になってからですね。生体配慮というのを行って、もう一回、あ,あのキリスト教徒を自分で選ぶっていう儀式とすごく似てるんですね。アメリカに生まれたからアメリカ人になったんではなくてですね。アメリカンウェイを守るというふうに誓ったからこそ、アメリカ人であるというこの特殊なですね。アメリカの国民性というのがあります。あの 全てが移民で、まあ、もちろん、あの、先住民族の人もいてですね、で、その人はトラブルもあるんですけど、基本的にアメリカ人っていうのはですね、喫水のアメリカ人がアメリカ人になったっていうのは、ここ100年ぐらいのですね、実はその、マイナーなスタイルですね。メジャーは何かっていうと、ほぼ全てのアメリカ人が、自分またはお父さんまたはおじいさんの代に、 アメリカに逃げ込んできて、そしてアメリカ人であるということを選択して、誓ってアメリカンウェイを守るというふうに言ったので、だからスーパーマンというのはアメリカの初代ヒーローを足り得るわけですね。非合法移民難民でありながら、アメリカンウェイを守ると誓ったからこそ、アメリカの国旗がバーッと後ろになびく上で、こうバーッて立っているというですね、映像が成立するわけです。で、その国に生まれたからという国民国家とかですね、その民族に生まれたから、 国民国家から、例えば独立して民族国家を作る。これがよくはその中東とかですね、アフリカでよくある国家が分裂していく形なんですけどもですね、アメリカは違うんですね。アメリカ人とはアメリカ的な生き方、アメリカ人の価値観をですね、選んだ人たちの移民国家であり、実はイスラム国に大変近いですね。だからその、なんだろうな、イスラム国っていうのもイスラム国の国民であるというか、その戦いを 戦うということを選んだ人がイスラム国の国民になる。だから日本人からもですね、イスラム国に入る人が多いというのはそういうことなんですよ。他の国のですね、国民の、なんだろうな、なり方と全く違うんですね。それが人工国家。世界最大の最初の人口国家である遊園です。で、本来だったらですね、こういう国家で,はです、ね。 なんだろうな。理念が違えば、つまりアメリカンウェイが違えば分裂しちゃうんですよ。例えば南北戦争っていうのはですね、何だったのかっていうと、南部の農民の国ですね、北部のですね、工業の国、この二つの国がですね、えー、ぶつかった戦争でした。で、南北戦争というのは日本ではですね、奴隷制をめぐってっていうふうに、まあ、高校とか中学校では習うんですけど、正しく言えば、奴隷制によるプランテーション経営、つまり農業を中心とした奴隷制、 をやる南部の国とですね、北部の工業と貿易を中心とした近代経済国家っていうのと、この二つの思想がぶつかったんですね。で、本来これは南部アメリカと北部アメリカという二つの国に分かれてもよかったはずの戦争だったのが、いや、アメリカっていう国はそうじゃないだろうと。考え方は違う。国家の考え方は違っても、でもアメリカ人だよね。同じアメリカ人だよねっていう理念の上で、 なんだろうな。あの、一つの国、ユナイテッドアメリカ、ユナイトというのを選んだはずだ。決して、ディバイド、分裂というのを選ばないというのが、アメリカのその時の考え方であり、今の考え方なんですよ。だから、南部、今で言えば多分おそらくトランプランドと北部、ヒラリーランドというふうに言ってもいいんですね。本来、今回のアメリカ選挙っていうのはですね、実は戦争のない内戦であった。 ですね。アメリカのですね、第2のシビルボーであったというふうに僕は読んでます。トランプランド対ヒラリーランドですね。つまり、まあ、あの、トランプは自由貿易を言ってるから、ちょっとね、昔の南北戦争とはズレがあるんですけれども、どう、どういうふうなアメリカを選ぶのかというと、閉鎖されたアメリカでアメリカの繁栄を中心とするというのを国税とするトランプランドと、これまでのオバマ、 経営を踏襲してですね、世界に広がるグローバリゼーション、つまりアメリカ国内の貧富の拡大っていうのを認めてしまうという考え方ですね。で、それに対して、えー、選挙で型をつけちゃったもんだから、本来内戦が起こるべきって言い方は変ですけど、起こっても当然なところを選挙程度で片付けちゃったから、内戦に近い暴動が今起こってると。でもこれも何だろうな。 収まっていくと思うんですね。あの、よく言われている通りですね、実際は今回のですね、南北戦争の争点はですね、昔の南北戦争の争点が奴隷制だったのに対して、今回の南北戦争の争点はアメリカ国内の格差、つまりグローバリゼーションを是とするか非とするかなんですね。で、それを、なんだろうな、昔はですね、北部、ヒラリーランドが勝ったんだけども、今回の 南北戦争シビルウォーではですね、南部トランプランドが勝ってしまったというところで、あの、本格的なですね、アメリカの改変が始まると。その改変っていうのを拒否すれば、トランプは断崖に裁判にかけられるか暗殺されるでしょう。でももしトランプがですね、4年の任期を全うすることができるのであれば、僕らは歴史上ですね、なかった過去である南部アメリカですね。 トランプランドっていうものの実現っていうのを見るのではないかと思います。えー、じゃあです。8時55分、だ、56分だ。間に合ったね。なんとか。本当に。最後までありがとう。チャンネル登録してってっね。